今日は袴田チャンネルということで、まあ、ある企画というかゲームをやっていこうと思うんですけど、まあね、ただ勝負してても楽しくないなってことで、まあ、私もね佐藤さんにいろいろとねこうやられることが多いんで、まあ袴田チャンネルだしちょっといたずらしちゃおうかなと思いまして、今日は企画でこういうあの気配切り目隠ししてどっちがこう気配でを感じてこう先に当てられるかみたいなゲームをやるんですけど、私は目隠しするんですけど取って必ず私が勝つみたいな、で佐藤さんがどうやっても勝てないっていうちょっといたずらをしてみようかなと思います。佐藤さん怒んないかな、ちょっとこれ心配なんですよね。だからあの一応勝負師じゃないですか。そうそうです。そこだけがちょっと心配なんですよ。はぁ、なんでなみたいな、ネタバラシをした時にね、多分勝てないことはなんで勝てないんだってなると思うんですけど、はぁってなんないかだけちょっと心配なんですけど、まあ、そこは佐藤さんが優しいことを信じてちょっと大丈夫です、ずっと大丈夫です。どうしよう、ちょっとこれで隠れてお尻とかバーンとか叩いてみようかなみたいな。やりましょう、やりましょう。それリアクションが欲しいですよね。そうですね。ちょっと進めてほしくないですか。はい、そう、なんで勝てないんだよってなってほしいですよね。ということで、ドッキリというよりはいたずら動画、いたずら動画です。はい、やってみましょう。もう一回企画説明多分佐藤さんとねやると思うんですけど、皆さんお付き合いください。袴田チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあ今日は袴田チャンネルの日ということで、はいはい、今日なんていうんですか、なんかこんな棒あるんですか、棒みたいな。今日はですね、気配切り。なんですか気配切りって。あ、知らないですか。はい、あのこう目隠しして、うん、こう気配だけで相手を切るっていう。あ、見えない状態で。そうそうそう、こうやって、はい、でこう切るってやつ。はい、気配だけで、で、うん、先に、うん、その切れたというか、うん、当たった方が勝ちっていう。ああ、面白そうだね。はい、まあ、あの袴田チャンネル自由なチャンネルなんで、こういうちょっと遊びもしていこうかなと思います。あれ？ちょっとここで勝てなかったから、これ。俺これも強いよ。棒持つの強いよ。本職よ。確かにそうですね。確かに。しかもアスリートですから、あれですよね。もう反射神経。そらそう、まあ、キャッチャーじゃん。はい。盗塁とかもこう視野広く感じてるからね。そうですよね、見てなくても気配とか感じますもんね。ああ、そうそう、バッターのね、はい、それはいけるっしょ。いやでもいいんすか。私もね、運動神経はいい方なんですよ。ここじゃなくてここもいいんでしょ。こっちもだってでも何も言えない。はい、ということでこれ今日は気配切り、ああ、はい、勝っちゃおう。今日は勝つからね。こう落ちてあんま強くやらないでください。やらなくやるね。もう今私もお尻バーンってなったらね。気配切り、勝ちます。絶対に負けない。さあ、ということで勝負は3回勝負にしましょうか。じゃあ2戦先勝、はい、2回勝った方が勝ちで、はい、あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。じゃあ目隠し、はい、じゃあちょっと離れて目隠ししましょうか。1回、2回ぐらい回ります。最初あ、回るの。3回回りました。3回回りますか、はいはい、オッケー、はい、で、スタートって言ってからスタートね。はい、ちゃんと。お、何も見えねえ。真っ暗。じゃあ私も目隠しして回ります。3回ね、はい、はい、じゃあ回ってください。いや、これ結構回るの大変ですよね。いや、俺3回弱いからね、9回になっちゃう。あ、無理しない程度に。私もちょっと2回半ぐらいやりました。うん、OK、 いきますか。うん、よーい、スタート。何やっとんねんって。いけ今俺なんか当たったで。すまん、え、髪
メラです。イエーイ。あ、ま、ちょっと。ゴダルで動くからこれ、ま、迷うやん。当たったんさ、当たったと思って今。2回戦、よーい、スタート。こう防いだらセーフだもんね。そうっすよ。当たらなかったら。剣で防げば大丈夫なんでしょ。体で当たらなかったら大丈夫です。いや、僕です。パスです。ほんと。いった。いった。サザさん、声出せず。あー怖い。今俺、後ろにいられたね。怖い。休憩しますか、水飲みますか。ちょっとお茶飲もう。私もお茶飲もう。皆さん、何やってるんですか。やばくない？やばいっすよ。いや、佐藤さんがやばいってあれだって、見えてない人の動きじゃないもん、あれだって、私めっちゃ逃げてるよ。いや、ここ店押されてますよ、うん、本当にやばいっす、やばい、圧倒的。ちょっと最初遊びすぎたよね、だからちょっと、次は早めに早めに行きます。よし、今一勝1敗一分けね、一分けです。振りが佐藤さんで、ね、ここが広いんで、あ、そうなんだ。一気にもうこの辺までグワッていかれるんですよ。だからなんで追い込まれていくっていう。あ、私縮こまってるからダメなのかな。ちょ、一発がでかいんで、どっちの味方だっていや、それは女の子の味方ですよ。だって運ばれちゃってるんだよ、これは。持ち込みでしょ。持ち込みちょすごい。どっちの味方だっていう。これで勝った方が勝ちね。オッケーオッケー。絶対ライカ気配切りをするね。オッケー、初代いいね。初代、俺初代いっぱい持ってるからね。初代 WBC 世界チャンピオン、はい、初のベストナインで、初代配球王、初代交流戦優勝、はい、で初めての3位から日本一、はい、そんな感じか。でも結構持ってるからね。持ってます。プロスピの、あ、プロスピ帯ちゃん初代チャンピオン、すごいで、気配切りも初代チャンピオン、はい、いいね。まだ引き分けですからね。私も初代を勝ち取りますよ。すぐ感覚つかむタイプだから感覚。いや、そうですね。1回目簡単に勝ったと思ったらすぐ感覚つかんでるからね。次は勝ちます。いよいよ、はい、ちょっともう回るのやめていい？ちょっと気分悪くなっちゃう。あ、いいです。じゃあ私も回らないでやります。はい、ここね、そこね、はい、はい、
戦目、よーい、スタート。あいだ早くない？やったー、アウトです。第1回初代気配見るのは墓丸さん。いや今もう私の作戦勝ちです。そうや、今だってここねって言ってここでやったじゃないですか、うん、もうこれ下げてすぐ私こっちに移動したんですよ。こうやって、うん、で絶対こっちに行くと思ったから前に進んでこうんですよ。もう作戦勝ち、作戦勝ち。だいぶだいぶだいぶ、あ、タイム入りました。回ってへんやん、やっぱり、はい、ルールちゃんと遂行してへんと思うね、やっぱり俺は。そもそも回りたくないって言って、いやいや、やっぱりあれ回らなあかんわ。あ、そういうことですね。ああ、そこ、うん、まあ、回ってないから方向感覚はしっかりしてたってことですね。手は分かってるから、そんな作戦取れるから、はい、今のはちょっと、どう審判、やっぱ、あかんな、やっぱルールいきなり変えたらあかんわ。集合審判集合です。でも勝ちは勝ちですよ。いや、ちょっと、ちょっと、ルールがやり直す。ほら、OK、ちょっとちょっとはい、ちょっとやっぱ今回らんかったから、はい、やっぱそういう作戦取られるから、やっぱ回らなあかんっていうことをやってみて気づいた俺は。ただいまのプレーについて説明いたします。はい、里崎選手からの申し出により回ってないため組み直しを行います。オッケーオッケーオッケー、やっぱそうや、それは仕方ない。佐藤さんが回らなくていいって言ったじゃん。だからやっぱそれは問題あったからやり直し。そうじゃった、ああいうこと起きるの。そうです、うん、それはやっぱり、それじゃやっぱつまんないよ。作戦を言ってしまったことがやっぱり問題です。あれ黙ってたら分かんなかった。張り切っちゃった、言っちゃったんですね。言っちゃったっす、次は。回るの、回るのよ、回ってからね。はい、オッケー、はい、オッケー、じゃあ回ってください。これきついな、回るの。オッケーですか。はい、第5戦目、よーい、スタート。てか何見てんねんって、マスク見せなかったよ今。え、佐藤さんなんでちょっとマスク上げてるんですか。いや、ちょっと勝ちたかったです。てってれーてってれーなのかなこれ。なんのてってれーって。いやいや、もう私全部マスク上げてました。え、そうなんですよ。マスクしてない、ずっと。一回もマスクしてないです最初から。はい、でも負けてるやん。そう一回、そう、だからマスクしないのに佐藤さん追いかけてくるから全力でなんでと思って。そうなんですよ。そうだからびっくりして、ださっきはもう早めに行かないとまた追いかけられると思って、もう早めにしようって打った。これちょっと勝ちたいからどんな感じかマスクの感じ見てみようと思ったら目合ったの。実は今回勝ちた、どうしても勝ちたいということで、もう私 あのいたずら動画です、これは。いたずら動画、ドッキリじゃなくて、はい、お考えるね、新しいの。そうっす、もうズルしてでも勝とうという企画です。あのいたずらして佐藤さんをこういじろうみたいな、そうだ企画なんですけど。あ、でもやられてるやん。一番予想外なんですよ。そうね、どうしたもんですかね、この目開けてて負けるっていう。そこだけは予想外でした。え、そこだけは計画になかったです。グルだ。え、そりゃそりゃそりゃそうです。てってれいたずらでもてってれーみたいな。でもなんかいたずら動画、いたずら動画自信つくわ。だってそれでも俺頑張ってやんな。すごかったです。まあでもね、でもちょっとじゃあ真剣にやる、真剣に。じゃあ目隠ししてですか。うん、やってみようよ。もう絶対負けるじゃん私。だからこれは、うん、来週の袴田チャンネルで、はい、ガチでやって、はい、でどっちが本当に勝つかやろう。あ、そんな引き伸ばしちゃいます。うん、来週もうだっていっぱい尺取ったから。そうですね今、はい、本当はこれで一本だったけど、はい、そんなことするから収まらないから。じゃあガチでやるの来週しようよ。はい、じゃあ本当にこれはガチでやります。ガチで来週は。 OKOKOK、はい、はい、皆さん結構やるでしょ。私も練習しときますか。
ちゃくちゃ面白かったです。マジで逃げました。こんなんなってましたよ。フルマみたいになってました。